ありがとうございます。私は三保新寺コロンボ別院からリリーパ・リョウジュンでございます。スリランカの経済危機は今月になると、特に今週になると燃料問題がなんとか収まってきて、燃料の輸入がなんとか復活し始めて、先月報告させていただいた通りの長い行列が本当に短くなり、先月はたった10リットル5リットルを車に入れるために1日2日間3日間も行列に並んでいたけれども、今月になると奇跡的にその待ち時間が20分15分ついていたら5分も経たないぐらいの程度に収まってきて、それは本当に奇跡的なリカバリーというか、というような状況になっております。それはもう本当に安心できるところなんですけれども、それはただ燃料不足の部分だけで、これからは食品不足の部分がさらに悪くなるんじゃないかというふうに、特にインフレも来たる9月は一番心配している。9月になると 70% 超えるかもしれないというような予報が出ています。中央銀行の銀行長の今週の報告によると、9月の次からインフレがなんとか収まるというような予報をいただいております。訪問物流州の支援活動も先月また今月も続いております。支援活動の中で特に HBS フードサポートと、また HBS 薬品サポート頑張っております。本当に社会からも、訪問物流州はスリランカで本当に人数的には小さい集団でありながら、全国的な動きをしている、支援活動のリーダーシップを取っているというような褒め言葉もいただいて、特に先々月の訪問物流州スリランカ経済危機支援活動がスリランカの国立テレビ放送局のナショナルニュース、全国ニュースにもなっていました。それぐらいのスリランカの経済危機に対応する訪問物流州の支援活動がスリランカ国民に今本当に愛されて応援されています。そのような中でこれからも、特に来月から9月の学校や大学の新学期のスタートとともに、訪問物流州支援活動の中の HBS 奨学金サポート、子育てサポートも始めさせていただきたいというふうに思っております。スリランカのために支援金をのご融資をくださる皆様に改めて心から御礼を申し上げます。また報告をさせていただきます。そのような中で支援活動のご報告をさせていただいております。それではただいまより謹んでご訪問を拝読させていただきます。ご教科にあの人は信者でありし人のため手本となれてなで教化せよ。あの人は信者でありし人のため手本となれてなで教化せよ。物流街道日線商人の示しのご教科でございます。私たち物流信者は常に信心増進と人格の向上に努めて、世間の人からも手本とされるような人間とならせていただく努力が大切でございます。
あの方のされている信心だったら間違いないだろうと、私も仲間に入れていただきましょう。名前と親友によって教会ができるようなご信者にならせていただきなさいとお示しのご教化でございます。ご教化を采配いたしますと、あの人は信者でありし人のため手本となりて名で教化せよ。このご教化の音題には、四五章に湧く信者の用意云々とお示しでございます。用意とは、どんなことが起ころうともいつでも応じられるように準備しておくこと、前もって整えということですから、ご信者ならば常にご具足を思い、いつでも教化がさせていただくことが大切でございます。私たちは、法は人によって広まるとご訪問の中でよく聴聞させていただいております。物流宗の教えには、人は常に仏道を歩み、より良くなることを目標にされております。そしてそのように良くなった人間は仏道に置かれ、守られていただき、さまざまなご利益いただき、そのご利益を見せて法を広まるのでございます。もしご具足ができていないとすれば、それは自分にまだ仏流信者らしい人ができていないということになるのでございます。我々はそもそも人の手本となるような立派な人柄に生まれついているわけではない、末法悪世の人柄の悪い、三毒が強く、罪障が深い凡夫であるのでございます。ですから、ご訪問聴聞の中から照らす教えをしっかりといただき、物流信者としてのものの見方、考え方、またはご信心の心は何だとよく心得、一つでも自分の欠点を見つけ出し改良させていただくことが大事でございます。そうすると、その自分は発揮する、改良が見える、改良が見える周りの方々から自然に親友される、従われる人間になってくるとお示しでございます。それはまるで、花物言わねども咲きぬれば人ここに集まりで、美しい花の下には呼びかけなくても自然に人が集まるのように、信仰の功徳が身につけば、その人柄、人間性に人が集まり、心から安心して聞く耳を持ってくるのでございます。それこそは教化植伏、または法灯相続の最大の力と心得るべきであると教えていただきます。スリランカの明神寺コロンボ別院のカルパウダンタさん、明神寺の皆様はよくご存知のカルパさんは、今から16年前に教化になり、その後はちょうど8年ほど前のスリランカ青年信徒日本団さんで初めて明神寺にお参りした方でございます。その前も彼は自分の意思で、私と一緒にインド国通の初期のご奉公にも行かせていただきました。そして、また5年ほど前に、
私と一緒にスリランカからネパールのご奉公にも一緒に来てくださった、そのような新人歴があるご信者さんで、今明神寺の海外護具図であるインド・ネパール・スリランカの海外教区 INS という、そのインド・ネパール・スリランカを合わせて INS という名前の提案を初めて出してくれた方はスリランカのカルパ君でした。もともとは彼は保険会社に勤めていたけれども、今は自分の会社を立てて本当にビジネスを成功しております。この経済危機の中でもご利益いただいて、彼の会社、特にオンラインの商売をよくしている会社なので、結構会社がうまくいっているそうで、カルパさん、その16年前に初めてお参りする、その当時に遡ると、彼は今と全く変わっていた、もう180度変わっていて、その時はまだ所作振る舞いも言葉遣いも非常に悪くて、他のご信者さんから、特に青年会のご信者さんからも大人の方々にも正直言えば嫌われていました。ただ彼は朝夕の監禁を欠かせずするようになって、それからお参りもまたご融資も頑張ってきました。そして彼の就職もうまくいくようになって、保険会社の中でスリランカ全国に一番成功した保険会社の社員というような賞もいただいたほどの成功をしていました。その当時から彼は私の父親である安倍氏と並んで毎年の供給数が一番できているご信者さんになっています。今年も同じく結構の方々にお経験を、下宿経験を頑張っています。そのカルパさんはスリランカのコロナウイルス拡大でスリランカはロックダウン、完全なるロックダウンになって、いつも通りのお参りができなくなってから、彼らはもともと彼らの会社で、Zoom を使って、そのオンラインの会議、ウェブ会議などを務めてきたので、そのノウハウが、才能を持っていたので、彼はご信者さんに声かけて、オンライン参詣始めましょうと、またオンラインのご融資、銀行のオンライン振り込みなどでご融資も頑張りましょうというご報告、それをオンラインの経験がない、インターネットの経験がないご信者さんにも教えてください、そのようなご報告を本当に頑張ってきました。で、彼のおすすめで初めてのオンライン参詣は Zoom で、オンラインのお授業、彼の教系を集めて、テスト参詣として、テストセッションとして、務めさせていただきました。その時、彼の会社の社員で、今回、今年下宿遅延されている30人ぐらいの方々は参詣するというような企画でしたが、去年の6月あたりのことなんですけれども、 Zoom を開いたら突然80人近くの方々が参詣していて、私もそこで本当に驚いて、カルパさんこれ何ですか、一応メッセージ確認したら、やはり、私は彼らのボスなので、ボスの信心を知りたい、教えてくださいと、ボスのただのその、会社の成功、経済的なことだけでなく、ボスのような幸せな人になりたい、
なので、このご神人を教えてください、というようなリクエストなので、思った以上の賛否いただいていますと聞きました。あ、わかりました、まあ、ありがたい、もうさせていただきましょうと。でもう一回画面を見ると、パソコンの画面で、参詣している、まあ、各参詣者、まあ、初めての方々なので、まあ、とにかくお経家の話、本門物流宗のご神人の紹介をしてからお授業を始めましょうというように考えて、まあ、カルパさんに最初の紹介をしていただきましょうと思って、その紹介をされる間、画面の顔を、まあ、参詣者の顔を確認していたら、イスラム教徒の何人か 5,6 人ぐらいの顔が見えて、帽子をかぶってひげ生えている何人かがいて、イスラムフォービアではありませんけれども、あれを見てえっと思って、まあ、さらに驚いて、もう一回カルパさんに、メッセージを送りました。まあ、変な人ではないんですけれども、このような格好して、まあ、帽子をイスラム教徒の帽子をかぶって、まあ、長いヒゲを生えているので、大丈夫ですかと、なんかちょっと変な人なんじゃないですかと、今日入ってるんだけど、誰でしょうかね、確認したらカルパさんは、同じ社員なんです、でイスラム教徒なのに、まあ、ボスのやってる信心ならば間違いない、なので、とにかく聞かせてくださいということで、今日は入ってるので大丈夫でしょうか、領主と聞かれて、私はいや、それはもうありがたいです、ぜひ一緒にお題目を唱えましょうということになって、そのように一緒に、セッションで、お題目を唱えさせていただきました。その後も 何回か、参詣するようにもなっていました。とにかく下手決意されています。まだ正式に、入信してはいないけれども、その多宗教の信徒さえ彼のご利益を見てから物流宗に入信したい、あるいは物流宗の教えならこの方のさせていただいているご信心なら間違いない、ご利益がある、私たちも同じようなご利益いただいて幸せになりたいという考えになっています。街道商人のご指南に、十人の見るところ、十人の指さすところ、少しも動かぬとうんぬんされば、昨日のことが今日の噂話となる、如説行ここにありとお示しでございます。十名の共に見るところ、十手の共に指すところ、すなわち世間の目というものは厳しく、決してごまかしきれるものではありません。悪い、所作振る舞い、たちまち噂話、となってしまい、流れてゆくのが世の中の常であるから、ご信者はまず一人慎むことが大切だと教えていただきます。現在を見ると、インターネットやフェイスブックなどの技術の発展で、そのような、噂の、流れがさらに広くなって、一瞬で、世界に広がるようなことにもなっております。人目がなくても慎むことができるようになれば、社会においても間違いはありません。そしてご信者の日常の日常は如説修行に思い定めて、毎日に油断なく、ご奉公のみならず社会活動、学校生活、家庭生活の中で、あの人は心に行き届いた誠実な人、信用が置けるとなれば、周りの人々は自然にあなたを手本とするようになっていく
とお示しのご指南でございます。私たちもいつでもどこでも誰にでも極通のお話お経験ができるような用意、すなわち名前と親友によって極通ができる、世の中の人々から手本とされるご信者にぜひなるように頑張りましょう。それこそは教化法灯相続の基礎的な力となります。私たちの普段の所作振る舞いによって私たちの教化力、説得力が決められるのでございます。その所作振る舞いは表面的で形ばかりのを取るのではなく、影ひなたなく菩薩の心を起こし素直にさせていただきましょう。家族に、社会に、世の中に、手本となる物流信者のブランド、その名前親友できる、その信用で教化法灯相続、させていただく大事大切さをお教えくださるご教化でございます。ゆえにご教化にあの人は信者であれし人のため手本となれてなで教化せよ。本門八本所見上行所伝本人下主の南無妙法蓮華経。